どうぞ。ブサイクやな。はい、どうも、サカネダブルスインキです。よろしくお願いします。さあ、今回なんですけども何やりますか。決めてるわけじゃなかったんですか。いや、決めてますよ、それは。冗談でもございますやんか。冗談でもございますやんか。はい、ということで今回なんですけども、はい、ポーチ、お、女性がいつもカバンに忍ばせているあのポーチ、このポーチを紹介していきたいなと思っております。え、そっち、え、カバンの方の、あ、そっちじゃないの。商品見せるときね、はい、手でこうやってやると、あ、見え、ボケる、いらない、今日テニスのっていうことで、はい、ポーチには2種類あると。大きく分けると、サーブからのポーチの出方とラリー中のポーチの出方って少し違うんですよ。今回はサーブのパターンの時からのポーチをちょっとね紹介していきたいなと、ぜひ皆さん参考になればいいなと僕は思っております。あなたのチャンネルですからね。はい、僕はもうすごく思って、 ありがとうございます。はい、ぜひですね試してみてください。1月1日からタルミグリーンテニスクラブの代表になりました。ありがとうございます。ちょっとパターン変えましたね。遅くなりましたね。はい、ぜひですね SNS とか、うん、YouTube もこうやっていろいろさせていただいておりますので、足運んでいただけると嬉しいなと思っております。ドクターキュートもですねちょっとずつレッスンを増やしておりますので、十分に合ったレッスンがあれば参加の方していただけると嬉しいなと思っております。コーチ陣もね結構いろいろいます、揃っておりますので、ぜひねよろしくお願いします。はい、この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そうしたら見ていきましょう、本編スタート。今からですね、はい、ポーチの動きをやっていきたいんですけども、ドクター巨頭よく言われる言葉があります。巨頭はいつも手が伸びる。これねめちゃめちゃ言われるんですよ。はい、関節外してるんちゃうのかと、なんか腕がめっちゃ伸びてくると。だから結構こうポーチ飛び出した時にポイント取得率が高い。お、これを徹底解説していきたいと。いいんですか。いいんですか。いやいや、こっちが聞いて。まずなんかよくあるパターンなんですが、はい、サーブからのポーチって、まず一つは駆け引きは打つ前にも行われているっていう風に考えてみてください。はい、まずねこうサーブで自分構えてますよね。はい、結構ネットから近い位置に立つことがやっぱ多いです。サーバーのボレーするにしてもレディースであっても、基本最初のサーブの時ちょっと前側に立っといた方が絶対有利なんですよ。はいはい、レディースの方って結構最初から後ろに立つんですけど、もちろんこれねロブケアっていう発想力で行くんですが、できるのであればレディースの方だったらサービスエンドネットの間ぐらいには立ってほしい。いつもは後ろでもいいんですよ。はい、サーブの時だけこういうポジション。男性の方はここと今のこのサービスエンドとネットの間に立ってますよね。この間とネットの間に立ちたいですね。さらに前。そうですね、男性は特にここは意識してほしいなと。なのでまずはちょっと今日はねここから紹介していきたいなと。まずはポーチに入る時に一つよくあるのが走る動作、ステップがなしで走っていく動作っていうのをよく使うんですけど、ただこの走るってなった時に、今正面来たらどないすんねんとか、こういろいろなことがあります。なので走るんですが、割合で言うと走る方が僕は少ない。ならステップを使いましょうってなった時、みんなが覚えてるステップって何ですかっていうと、サイドステップなんですよ。サイドステップだけを使おうとするんで、どういう現象が起きるかっていうと、横にしか動けないんですよ。はあ、これがこれなんです。ここね、まあ、ここがねめちゃめちゃ今あなるほどって多分思った方めちゃめちゃ多いと思う。でもなんかそういうポーチの、ポーチの練習結構なんかステップでこういう構えを作ってて、なんかステップサイドステップでポーチみたいな練習を、はい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 、一回サイドステップ入れてみたいな。そうです、はい、なのでこれは基本的には初級とか初中級とか中級ぐらいまではこういう動きでいいと僕は思います。中級よりも上のレベルになってくると、もうワンランク一つ変えてあげないといけない。ちょっとね分かりやすく説明したいので、ちょっとこっちに来てください。でまず今からちょっとこの線で、実演をやっていきたいなと思うんですけども、うん、まず自分のスタンスを取ってもらって、うん、サイドステップってどういう技術なのかっていうと、今そっちから見て左側にある足、右足なんですけども、はい、右足が左足を通り越さずにつく、うんうんうん、これがサイドステップの技術です。ということはこれをまあまあ基本的にやっていくと、ちょっと幅何センチか分かんないんであれなんですけど、例えば約50センチだとしましょう。ということは50センチまた動くしかないので、1メーターしか動けないっていうような感覚ですよね。もう1ステップすると1メーター50、もう2ステップすると2メーターっていう風な動きをするってことじゃないですか。うん、これをいかに1ステップで遠くに動くかっていうのが重要になってきます。太郎、問題です。はい、サイドステップをすれば幅が決まるのであれば、うんうん、何ステップをすればいいですか。ペッ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 、いやこれはもうあれでしょう、一つしかありませんよ。ペッ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 、クロスステップ。ペッ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 、
ペッペペペペペ正解。よっしゃ、噛められたから今間違えた思った。ここが重要なんですよ。これなかなか理解できなくて、はい、実演できない人が多いんですよ、うん、これちょっと一回やってみます。簡単な話、例えば今ここが僕の幅やと思ってくださいね、はい、サイドステップってことはここですよね、はい、なのでこれをあそこまでじゃなくてもう少し行きたいってなると、はい、クロスステップがしたいんですよ。はいはいはい、はい、なので左足を通り越すステップなのでちょっとゆっくりやりますね。ちょっと違和感あると思うんですけどゆっくりやります。右足がこうなれば、うん、足つくだけでもうここ通り越しますよね。いや一瞬ですね。もう一瞬ですよね、はい、これがめちゃめちゃ重要なんです。うん、この幅分ドクター巨頭は手が伸びます。これが秘密ですか。これが秘密です。なんやそんだけかって多分思ってる人もいると思う。でもなかなかできないんです、うんうん、ここをサーブからのパターンの時、うん、相手が打つ時に入れれるかどうかでかなり変わってきますので、ちょっとね意識してやってみてください。さあいかがでしたでしょうかということなんですけども、ポーチの動作で今日はちょっとフォアしか見てもらってないんですけども、はい、基本バックも一緒ですが、やっぱりフォアの方が覚えておいた方がいいかな。よく使うのフォアなんで。でバックに関しては動きすぎるとブレるんだっていう方はまずサイドステップからどん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 トライしていって感覚を身につけていってください。注意点としてまず一つ皆さん覚えておいてほしいのは、やっぱり真横には動かない。真横に動きたいんだったらもうネットべったりついておいてください、はい、ほなもう前に行けないんで。あと例えば仮にポーチを打ちましたって考えた時に、太郎ちょっと右後ろから取ってほしいんですけど、ここまでは手が届くって考えた時に抜かれる場所ってどこかっていうとここしかないんですよね。はい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 、はい、って考えるとショートクロスももうショートクロスじゃないと抜かれないんですよ、うん、なのでタイミングを合えば合うほどだんだんポーチっていうのは相手からしたら打つ場所がやっぱなくなっていくので、ロブを増やすテクニックでもあるという。なので相手のね動きっていうのを制限できるし、相手を操るっていうことにもだんだんつながっていきますのでね、ぜひ意識してやってみてください。少しでもねためになったなって思う方はね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね妄想時間が来ましたのでこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。